Japan is one of the only countries in the world with more than 33,000 long-established businesses that have been in operation for more than 100 years. The head of the company talks about the five inner secrets that make a long-established shop a long-established shop. はっと気づいて、いや、これでは未来を作れないということで、 いらっしゃいませ。この酒蔵の16代目当主の田村半十郎と申します。よろしくお願いいたします。私で16代目になるんですけども、 掘り当てたりとかってご苦労されたようなことあるのかなと思うんですけれども、酒造りを始めるには大量に良質な水に当たらなければいけないわけです。それであちこち苦労して掘った跡があります。屋敷の中に、あそこのすぐそばで 掘った井戸が豊富な水量で、いい水で、探し当てたという、そういう歴史があります。200年以来その水を使ってるわけですけども、家訓がございます。それは丁寧に作って丁寧に売るということを代々言い伝えられてるんですね。物を作るわけですから丁寧に作るのは当たり前ですけど、丁寧に売るっていうのはもちろん我が子のように育て上げたお酒を 売るにはやっぱりその目の行き届くところで売っていきたい。それが丁寧に売るという形になる。うわ、 すごいな。うわ、この辺が製造するタンクになるわけです。200年お酒を作ってくる中で、変えられた部分と変えられてない部分とあるのかなと。はい、設備、もちろん昔は手作業でした全部。しかしながら今では便利な機械もありますから、そういうものを使って、設備の点ではだいぶ変わってると思います。 例えばこのタンクなんかは、ジャケットタンクになってまして、周りに冷水が回るようになってますね。発酵っていうのはこう抜けていっちゃうんですね。それをこう抑え込むためには、絶えず温度を測る必要があるんです。昔はその機械がありませんから、数時間おきに測っていました。 夜中も測ることもありました。
でこういう機械がいろいろ備わっておりますけども、こういう機械はあくまでも道具です。やはり判断するのは人間で、人間が判断しやすいために道具を使っているに過ぎない。酒造りの基本は変わりません。まあ、しかしながらその技術は向上しなきゃいけませんので、毎年毎年研究しながら、技術の向上に努めているというところです。お酒を出来上がったら絞るという形。ところがそれからやっぱり大切なことがあって、どういうふうに貯蔵していくか、お酒も生き物ですので、どん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 その変化していくんです。最初は、少し酒質がずっと上がっていくんですけど、ある頂点からはずっと酒質が下がっていくんです。その下がり方をどうやって防ぐのかということを、まあ、私は一生懸命考えて違う設備を作りました。その設備っていうのはですね、はい、冷蔵倉庫なんです。あ、そうですか。はい、お酒って生き物ですので、どん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 変わります。で、私どもで試行錯誤を試しまして、やっぱりマイナス7度まで、貯蔵の段階で、下げていく。それで保存、貯蔵するというのが一番お酒が変わらないということは分かったわけです。特に生酒というのはその酵素が生きてますから、どんどん変化するんですね。で、生酒をやっぱり同じ状態で届けて、消費者に届けたいというのが私の願いでして、私どものお酒で毎日のように飲んでいただいている方もいらっしゃるわけです。で、その方が、飲むにつれて、日にちが経つにつれて、時期が変わるにつれて、お酒が変わってしまうとですね、それはがっかりしてしまいます。ですから、いつ飲んでも安定した味であるということが私どもの、まあ、言ってみれば責務だというふうに思っています。そうですね、私が思い切って改革したことの一番は、酒造りって蔵人、これも出稼ぎっていう形でずっとやってきてるわけです。これはどこの酒蔵さんもそうです。そこに1人2人っていうふうに、蔵人、地元の採用の社員当時を入れて、そしてずっと一緒にやってきたんです。今も本当にその酒造りの技術、当時さんたちの技術は最高だけども、しかしながら高齢化しているっていう、新聞記事があったんです。それで私どもの酒蔵の、蔵人、出稼ぎに来ている蔵人の平均年齢、その時で67歳でした。で、その時はっと気づいて、いや、これでは、未来を作れないということで、それでその出稼ぎ当時から地元の社員当時に変えていくことを決断したんです。それは随分なご苦労だったと思うんですけど、その当時うちでは岩手県から南部当時を呼んで酒造りしてたんですけど、見て覚えるっていう時代の人だったので、3年間何も教えてもらわなくて駒遣いですよ。地元の方をですね、社員さんとして杜氏さんになってもらうということで雇い入れて、何か良くなったことっていうのはあるんでしょうか。まあ、安定雇用ができるってことがまず一つ。それとやっぱりハッと気づいたことがあるんです。出稼ぎで
来てもらってますから、蔵人が代々で、そこの人たちは技術は自分の頭の中にあるんです。でそれが出稼ぎで、ですから春先になると国へ帰ります。そうすると実はこの酒蔵の中には技術はないんだということに気づいたんですね。それで、地元採用の蔵人で作っていく、それの蓄積が必要だということで今の設備を入れた。今年でちょうど201年目になるんですけど、まあ皆さん老舗っておっしゃっていただくんですけど、地域を大切にし、人と人とのつながりを大切にして、そして真面目に、それをずっと胸としてやってきた。だから続くんだと思うんですね。で老舗っていうのは、まあ、その次の時代も私いませんけども、そういうものをしっかりと伝えてですね、次の100年を作っていってもらいたいなっていうふうに思います。老舗の使命について教えてください。はい。世界ではその和食が非常に注目されているということがありまして、それに伴って日本酒のオファーといいますかね、そういうものもすごく多くなりました。ですので業界全体でその日本酒の良さを世界に PR していきたい、それにはまあ一致団結して手を取り合って頑張っていければというふうに思っています。